ここでホイール押さえてる。お、どうやるの？あ、そこが動くんだ、前後に。これをこうやってやって。あ、じゃあもう自然にそっちに戻るようになってるんだ。スパイクはこっちに向かって倒れてるんだけれど、このスタンド自体に重さがある。7.数キロ。このスタンドだけで。スタンドだけで。あ、本当だ。なるほど。地震ではまだ絶対倒れないと思う。横に倒れないの？これ今さ、ここにか壁とさ、この足が長い間にあるから。これね、56センチぐらいあるかな。奥は入れやすいよ。23センチぐらいだったかな。横に揺らしたんだ。これを倒すのは相当難しい。あ、じゃあ地震が来ても別にそこまで倒れないよ。これより普通のディスプレイ、ここで止めてるディスプレイスタンドの方がよっぽどガチャンって倒れちゃうと思う。え、そう？あれもちゃんとしてない？ちょっとした衝撃で落ちたりするからね。あ、はまってないと。そうなんだ。で、これめっちゃ安定してる。なんでこれ買おうと思ったの？ディスクロードって、ここにあのスタンドやったらキャポッとはめるんだけれど、ものすごい開かなきゃいけない。あー、なんか前、白線でちょっと、結構何にしていいよ、ね、力入れてたよね。こっちとこっちにはめるんだけど。ここと反対側なんだ。そう。え、何そのディスク。ディスク用のやつはある。一応買った。けどちょっと硬いんだ。硬い。で、これを外すときは前に持って、前につけて、このレバーを、よいしょ。ああ、横にずらすのね。そう、まあ引くだけ。めっちゃ楽だね。めっちゃ楽なの。これ体重かかるとこあるでしょ。スペース取らないね、これだったら。しかも工事が必要ないから。ああ、なるほどね。もうバネでこうなってんのか。はい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 。で、ここにタイヤを引っ掛けるのか。そう。下は別にストッパーとかないんだ。下はストッパーないけど、タイヤがちょうどはまるような。ここか。そこにタイヤがスポッとはまって。ああ、なるほどね。これが後輪がはまるところ。これがはまる。これミニベロでもいいし、マウンテンバイクでもいい。え、大きさ合わなくない？ミニベロだったらさ。いや、高さだから。調整できるんだ。ここの高さと、これ上げ下げできるし、うん、これも上げ下げできるから、マウンテンででかいホイールの。ミニベロでちっちゃくてもいける。下げればいい。え、じゃあこれ全部の自転車対応できる。でもここの高さが165センチまでなの。あー、すごい。気持ち、ちょっと後ろ側に。くるくる。でもまあ、重さがあるから耐えれてるよっていうこと。ただ、ここの高さ。リム？リムの高さが50ミリまで。え、それも決まってるの？あ、そうか、ここか。高い、これが例えば80ミリやってすると、入んないよってなっちゃうから。ああ、そっかそっか、なるほど。これは何ミリ ?50 か。これ50。ちょうど50か。ちょうどいい。割とギリだよ。そうだね。あとこれ何がいいって、工事が必要ないでしょ。え、普通工事必要なくない？ただ組み立てるじゃん。大きい棒を、天井と、床に突っ張って、突っ張り棒みたいにして、あ、引っ掛けるパターンもあるけど、あと釘とかそういうのも一切使わないでしょ。マンションでも家でもどこでも行ける。だって置くだけじゃん。確かに、逆になんか横にさ、置くより、よっぽど縦に置いた方がスペース取らないよね。取らないね。ただ、スタンドがちょっと高い。あ、これいくらだっけ ?14000 円でした。このスタンドだけで？え、スタンドってそのぐらい高いもんなの？それともこれがすごい高かったの？ちょっと高めかな。あ、よいしょ。あ、そんなもんなんだ。これ横に倒すなんて相当、あ、本当だ、ね、横に倒れる心配絶対ないのか。まずないね。こっちに行くことは、まあ、もっとないよね。人間が思いっきり押さない限り、うん、これでも高さが全く合ってないんだよね。そうだね。ミニベロでやりたいんだったら、よいしょ。お、ぴったりやん。すごいぴったり。あとはフロントをこうやって入ります。これ下ろせるの？なんかここで固定されてない？あ、長さをね、そのものの長さを変えるんだ。おー、ほんとだ。ちょうどぴったりだね。これ何ミリ？これ50。あ、じゃあこれもギリギリなんです。でもな、1万4000は払いたくないな、スタンドだけで。やってみ？そうそう、左手でアプローチしなきゃダメだね。はいはい。で、バイク持って。おー、おー、いいね、楽。おお、簡単。え、めっちゃ簡単だね。縦に行くことで横には広がらないんだけど、ちょっと生活空間を。同じぐらいの身長。あ、そうだね。まあ、ミニベロの高さだったらこんぐらいってことか。うん。むしろ一人暮らしの人におすすめじゃない？だってスペース取らないしさ。だってここだよ。そう、このスペースに行けるって。マジ着で測ってみると32センチだね。30センチ以上あるんだから、ちっちゃい方で。こっちで、うん、53だね。まあそんぐらいか。ここはどれぐらいかというと、44センチだね。44センチの隙間を作ればグッと入ると。
これやるとね、こう汚れがよく見えるの分かるんですね。でもこれで洗浄はちょっとしにくいよね。これではしないけど、要は掃除しなきゃっていうのを気づく。あ、まあ汚れ、見落としがちな汚れもね、分かるもんね、これ。こういうとこもさ、見落として。拭き掃除だったらでもこれでできるよね。ほんとだ、汚れ全然分かるね。分かるよ。これ買ってよかった2020年の一つに入るね。おお。デメリットではないんだけど、ミノウラのやつだと、スタンドのね、うん、こういうところに、ちょっとヘルメット引っ掛けておけるスペースがあったりとか、はいはいはい、なんか物掛けが作れたりするんですけど、これもちょっとね、ミノウラの方がちょっと高かったの？じゃあ、いや、そこ値段変わらないじゃないかな。なんでミノウラにしなかったの？こっちはなんかすっきりしてて、こっちの方はね、よりスタイリッシュな気がした。あ、そうか、そうなんだ。じゃあデメリットは？デメリット今のところないね。あ、ないんだ。うん、あ、そう、整備はできない。あ、これで、そうか、そうか、ここ回してみたいなことはこっちできない。確かにそうだね。これ、こっち逆回転できるよ。でもこれでオイルなんか刺さないし、そうだね、このメンテ的なことは一切できない。メンテナンス向けではないね。全くない、うん、ディスプレイ、まあ保管とか置き場所に困ってる人とかだったらいいよっていうぐらいか、うん、実質問題1台でミニベロにもロードにもマウンテンにも使うっていうのはあんま現実的じゃないかな。いちいちここをね調整するのめんどくさいでしょ。確かに。だからこれを使うのはディスクロードだけって決めてる。でね、まあ、あとデメリットってほどでないけど、腕が短い女の子とかだとこれ使ってよいしょってやるのが、あ、でもまあ問題ないか。うん、横向きにすれば。でそれ外して、ここで2つとも。あ、ごめんなさい。で、あの、ロードを当てながらじゃないと厳しいね。あ、それも調整しながらやんなきゃいけないんだ。これで、こことここの2点で、はい、2点で支えてるわけになる。あ、そうか、その。あ、逆になんか高いよりも。さっき高かったかな。そう、音はいいんじゃない？話しにくい。もういいんじゃない？でしょ？なんかこれでわざわざなんかふっで一回一回やるのがめんどくさくなってきたわ。いいでしょ？あ、問題ないね。うん。おお、まあ普通だよね。そうだね。これね結構心細いんだけど、ちっちゃいバネ一本だけでこう押さえてるよね。あ、そっちから見えない。この中にある、うん、くの字のバネ。があるんだ。あ、本当だ。構造は単純？ああ。ハンドルが。電流っぽいね。これ大丈夫？若干ハンドルが不安定な感じですよね。ちょっと低いところでやるより高いここで押さえた方が安定はするよね。もっと気持ち高めの方がいいかな。気持ち高めにしようか。どこどこ、ここだもん。こんぐらいじゃない？おぉ、びっくりした。びっくりした。バネが取れたよ。そうだね。心臓倒るかと思ったんだけど。びっくりした、バイクが今。え、大丈夫？バイク全く大丈夫。あー、横に通らなくてよかったね。本当だわ。さっきこっちについてたけど、あ、逆でもできるんだ。こっちにつけることはできます。壁だったりすると、うん、操作しにくいから広い方にこれを、なるほどね、こうやってつける。逆側でもつけられるんだね。そう。